はい、どうも皆さんこんにちは、カンタです。今日は今月末から交流戦が始まり、交流戦に合わせて活躍選手予想の開催が予想されるということで、基本的な攻略をおさらい、おすすめ選手の紹介をしていきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。まず活躍選手予想がどんなイベントかというと、実際のプロ野球で活躍する選手を予想するイベントです。たくさん当てることで報酬が獲得可能となっており、エナジーも絡んでくるため重要なイベントだと言えるでしょう。そしてカンタチャンネルの活躍選手予想の実績がこちらになります。アイコンは11回ほど獲得しており、昨年3回は全てアイコン、今年の開幕は827位となっています。ベスト9が2回、ベスト100が1回、ベスト300も2回経験しているので、上位に食い込むための戦術は一応把握しているつもりです。噛み合わなくてもベスト5000のアイコンは狙えるイベントとなっていますので、今回も一緒に頑張っていきましょう。ということでポイント解説をしていきます。ポイント1つ目、開催日に関してです。交流戦活躍選手予想はその名の通り交流戦が対象となるため、5月28日からの開催となります。事前告知は早くて3日前、遅くて前日までに来るでしょう。開催期間は昨年から2週間に短縮されており、今年はどうなるのか注目が集まります。続いてポイント2つ目、投手の選び方に関してです。交流戦活躍選手予想では6日間投手変更、6日間の流れになります。開幕戦とは違い、全ての週で試合数が多めとなるため、基本は中継ぎ抑え固めが無難になるでしょう。ただ交流戦の時期は雨が降ることも多いため、状況次第で先発投手多めがおすすめになります。臨機応変に対応してください。一応セオリーとしては勝ちパターンの中継ぎ抑え多めで、勝つ自信がある先発を何人か入れる形になります。続いてポイント3つ目、野手はホームランを狙える選手、もしくは盗塁が狙える選手で固めましょう。テロップの例で出ている通り、単打が多い打率の高い選手よりも一発のある選手の方がイベント的な期待値が高めとなっています。また盗塁の24ポイントが地味に効いてきますので、 1,2 番の盗塁できる選手は選択肢です。ただあくまで期待値の話なので、迷った際の選ぶ基準にしてください。続いてポイント4つ目、ポジション一致ボーナスに関してです。自分が予想したポジションでその選手が試合に出場すると30ポイントを入る仕組みとなっています。30ポイントはヒット2本分の点数となっているため、8ポジションを当てるだけでかなりの差がついてくるでしょう。また指名打者の部分に関してはポジション一致ボーナスが存在しないため、好きな選手を入れてください。ちなみにポジション一致ボーナスはスタメンベンチスタートに関わらず、試合中に一度でもそのポジションを守れば発生する仕組みとなっています。続いてポイント5つ目、天気予報をチェックしましょう。試合中止の選手を選んでしまった場合、試合の活躍ポイントだけでなくポジション一致ボーナスも入らないため、取り返すのがかなり大変になります。できる限り天気予報をチェックして、中止になりそうな球場の選手はオーダーから外しておきましょう。ちなみに自分の判断基準としては、降水量1ミリ以上の場合はオーダーに入れません。1ミリ以下の場合、同じポジションの選手で期待値の高い選手がいなければ、思い切ってオーダーに入れるケースがあります。天気予報は外れることもありますので、運要素になるでしょう。交流戦活躍選手予想の基本的な解説は以上となります。続いては現時点での成績を参考に、各ポジションの選ぶ選手候補をピックアップしていきます。本気でやる方はしっかりと頭に入れておきましょう。まずはキャッチャー、田宮選手、森選手、坂倉選手、佐藤選手が主な候補になります。本来長打力重視で選びたいところではありますが、田宮選手の成績が抜けており、二塁打も出始めたので選びやすくはなったでしょう。また森選手の調子が徐々にですが上向いてきており、 DH がない試合も交流戦では多いので選びやすくなりそうです。ただ裏を返せば投手によっては試合に出ないケースもあり得るので、組み合わせはしっかり確認しましょう。続いてファースト、岡本選手、山川選手、オスナ選手、セレーノ選手が主な候補になります。岡本選手に行きがちなところではありますが、他の選手も期待値的には悪くないので、時には攻めるのも大事になりそうです。またセレーノ選手も DH がない試合に関しては選びやすい状況となってきます。基本は岡本選手、山川選手の2択ですが、候補の多いポジションです。続いてセカンド、牧選手、中野選手、吉川選手、山田選手が主な候補になります。現状牧選手に対抗できる選手がおらず固定になりそうです。ただ山田選手が復帰となれば長打力はある選手なので、調子が良さそうであれば選ぶのも選択肢になってきます。
続いてショート、村松選手、今宮選手、小園選手、紅林選手が主な候補になります。ショートはかなり接戦のポジションとなっており、一番選択に悩むところになると思います。前回固定しがちだった今宮選手の調子が落ちて、川瀬選手スタメンも出てきたので、スタメンの読み間違いは避けたいところでしょう。村松選手が現状絶好調ではありますが、この中だとホームランは一番期待しづらいため、そこをどう捉えるかになります。小園選手はサード起用が多めです。続いてサード、宮崎選手、村上選手、坂本選手、浅村選手が主な候補になります。サードはとりあえず村上選手を固定しておけば、開催期間中には何とかしてくれるので、一番安全な選択でしょう。ただ差をつけたいのであれば、他の選手も悪くはありませんので、自信がある日に攻めるのはありだと思います。浅村選手も DH がない試合になると選びやすくなるでしょう。続いてレフト、近藤選手、筒香選手、サンタナ選手、細川選手が主な候補になります。近藤選手で固定しがちなポジションですが、対抗の選手がかなり充実してきたので考える必要がありそうです。ホームランだけの期待値で見れば筒香選手が上回るので、かなり悩むポジションとなってきます。サンタナ選手に関してもかなりの好成績のため、選択次第で差がつくポジションになりそうです。細川選手はライト、レフトが読みづらいため手を出しづらくなっています。続いてセンター、近本選手、辰巳選手、周東選手、岡選手が主な候補になります。今回も安定を取るなら近本選手になりそうです。ただ周東選手が高打率かつ盗塁をかなり稼いでくれるので対抗となってきます。たまにホームランがある分、近本選手に優位性があると思いますが、球場調子を見ながらになってくるでしょう。続いてライト、柳田選手、万波選手、小郷選手、細川選手が主な候補になります。こちらは前回に引き続き柳田選手が安定になりそうです。ただ細川選手のライトが確実に読める場合、かなり期待値が高いので選択もありだと思います。柳田選手の DH はちょこちょこ挟んでくるので、他の選手の成績も追っていく必要がありそうです。続いて指名打者、こちらはポジション一致ボーナスがないため、ここまで紹介した選手の中から選ぶ形になると思います。どのポジションを同時起用するのか差が出る部分になってくるでしょう。基本的にはポジションが外れるリスクがある細川選手、 DH のリスクがある柳田選手、ファーストレフトの同時起用枠として山川選手、筒香選手、この辺りの選手で埋まると思います。様々な選択肢が出てきそうです。続いて投手、こちらは先発中継ぎ抑えの配分が自由なため、候補選手がかなり多めとなっています。まずは先発から見ていきましょう。防御率1点台の選手がかなり多く、逆に悩む材料になりそうです。基本的には完投できる投手の期待値が高いので、なるべくスタミナがあり勝ちそうな選手を選んでいってください。続いて中継ぎ抑え、こちらはある程度ズバ抜けた選手がいるため、数人は安定になってきます。現状平野選手、大勢選手が抹消となっており、代わりにマチャド選手、バルドナード選手が抑えをしているので、その辺の情報は開催時に再度確認しましょう。阪神のゲラ選手、岩崎選手はゲラ選手の抑えが多めですが、どちらが9回でもおかしくないスタイルは取っているので、選択が悩ましいところです。今回は雨が少なければ中継ぎ抑えの選手中心になってくるので、爆発炎上する選手をうまいことを避けたいところでしょう。交流戦活躍選手予想の事前攻略、各ポジションの候補選手は以上となります。なんとなく選ぶ選手は決まったでしょうか。また始まった際は活躍選手予想答え合わせの生放送もできる限り行っていく予定なので、楽しみに待っていてください。今回もしっかりアイコンを獲得していきましょう。この情報が良かった方、交流戦活躍選手予想の開催が楽しみな方、ぜひ高評価チャンネル登録のほどよろしくお願いします。続いてエキサイティングプレイヤーについて動きがありました。プロスピエス公式がポストをし、対決動画が5月19日から公開とのことです。何やら今年は違うとのことですが、解約されていないことを信じて続報を待ちましょう。個人的には対決動画がチーム戦となり、内容には影響を与えないと予想しています。続いて毎回恒例のイベント途中経過です。撮影している14日3時現在、イベント攻略動画で解説した通り、今のところ自然回復で進めている自分の進捗状況としてはご覧の通りとなっています。余裕を持って自然回復で終わるペースと言えるでしょう。墨の目安としたい方は参考にしてください。本日の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。明日は動画のお休みをいただき、次回の動画は明後日になる予定です。よければ見に来てください。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。